さんちょっと注目していきましょうね、はい、さて始球式が間もなく始まります。始球式は神スイングでおなじみになりました稲村亜美さんです。実は稲村さんは日本のプロ野球の12球団のフランチャイズ全てで始球式をやるというのが目標です。今のところ10球団の本拠地で始球式を行っております。名古屋ドームではかつても経験されたことありますが、目標は110キロということです。さあ何キロをマークするでしょうか。注目の1球です。あっと力んでしまいました。58キロ。いやーこれはもうご本人としては不本意でしょうね。そうですね、はい、もう一回やらせてほしいと、未練を感じながらの、はい、謝りながらの退場になりました。稲村さんが始球式を、華やかに盛り上げてくれました。ご本人としては全く不満でしょう、先月4月の8日甲子園では103キロをマークしたんですが、その時のほとんど半分近くにしか至りませんでした、